皆さんこんにちは。今回は2023年に書き込まれた、節約してるのに衝動的に買ったものをご紹介します。ガルチャンでは定期的に衝動買いトピが立つのですが、今回は2023年に立てられたものをまとめてみました。それではご覧ください。皆さんは節約しているのに、衝動的に散財してしまったエピソードありますか？私は行くつもりのない猫カフェにすっと入ってしまいました。100円単位で節約していたはずが、500円の餌まで購入していました。窓から見えた猫たちがみんな可愛くて、そしてお客さんが少なかったので、ほとんどの猫ちゃんは塩対応でしたが満たされました。猫カフェ、私もきっと主さんと同じで散財してしまう。でも心が満たされたのならいいと思う。すっと入っちゃうの可愛いし、猫ちゃんに塩対応されてるところも可愛い。猫は塩対応でも可愛いよな。無駄遣いしちゃったなぁと思ったら無駄遣いだけど、満たされたなぁ、いい使い方したなぁと思ったら無駄遣いではない。最近いいことがなくて、仕事帰りに占いの看板を目にしてうっかり入ってしまった。2回も、占い師2人とも、当たり障りのないことしか言わないし、あーって感じだ。酒&酒。酒飲むとコンビニに走る。漫画2万円分大人買いした。私もです。テレビでやってたアニメが面白かったので、原作本19巻を約1万円を買った。7月の新刊が楽しみ。昨日ココスで3000円くらい使った。ワイン飲んだ、今日からまた貧乏飯。たまにはいいじゃん。私も普段節約してるけど、使う時は使うよ。使うって言っても貧乏だから、たかが知れてるけどね。酔っ払ってるとあります。最近メルカリで2000円散財しました。明日、届く予定。飲んでなくても買ってしまう。おかげでメルカリ貧乏。ミラブルゼロ、シャワーヘッド。CM みたいに流しただけじゃマジックペン落ちないし、水圧弱まるし温度下がるしで。本当に、節約すごく頑張ってたのに、なんで買ってしまったんだろう。こりゃメルカリ行きやな。魔法なんてないのよ。うちにも類似品あるけどね。旦那が買ってきた。実は私も、何か勢いで買ってしまった。寒いし、全然感動もないし。約5万、シャワーヘッドの中で一番高い。なのに効果が目に見えてわからない。スーパー銭湯に設置してるから、使ったけど本当に使いにくいね。イラついて移動したわ。ミラブルのところだけ空いてた。博多織の長財布を買いました。これは買ってよかったです。同じく、私はこれの名刺入れを購入しました。マーロー桜プリン。約800円。高いよねー、セレブしか買えねえ、って思いながら何度も店の前通ったわ。コールマンのガチャ。欲しい？キャンプしたことないのに欲しい？ランプ当てたい、多分四角いやつ当てそう。大エビの冷凍むき身。980円したけど、どうしてもエビマヨが食べたくて。一人暮らしです。食べ物は無駄にならないよ。食いしん坊万歳。醍醐味、一人暮らし頑張れ。むき身を買って作ったんだね、えらい。外で食べたらもっとするしいいと思う。私もエビ大好き。ちいかわグッズ。見境なく買ってしまう。漫画が一冊1000円超えてるのがもう買えない。さすまたペン何度見ても欲しいけど、どうしても思い切れない。あれが会社のペン立てにあったらどれだけ癒されるだろう。さすまたペン、昨日娘が欲しがるから買ってあげた。1100円もしてびっくりした。ボールペンなのに。癒しがお金で買えるなんてお得だと思う。レトルトカレーは、いつも78円のしか買わないんだけど、昨日ちいかわのカレーを見つけて150円で買った。美味しいしシールも可愛かったから、8割が出るまで買おうかな。ミスドー5個も買っちゃったよ。3人家族だし買ったとしても3つでいいのに。予定外のミスドでしかも多めに買うなんて何してんだろ。最近高いんだわ。1人1個じゃ足らないわ。マクド。お昼はお弁当作ってるのに、無性に食べたくなって大量に食べた。1000円近く使ったけど、それなりに満足した。食べたい時に食べるものって美味しいよね。花どんこ、干し椎茸。2400円が半額になってて、キャーって衝動買いしちゃったけど、後で冷静になって考えたら、干し椎茸1個1000円は高すぎた。どんこは正月準備にしか買えないや。美味しいよ、絶対。道の駅みたいなところで買った大きくて高いのすごく美味しかった。あたしゃ椎茸に目がない。
干したキノコ類は、骨粗鬆症にとてもいいんだって、美味しいし、体にいいからそんなこと言わず食べてね。スタバの桜タンブラー、2300円。今年はいつもと違って絵柄プリントじゃなくて、ポコッとした桜絵で珍しくて広告の時点で一目惚れしました。職場で愛用してます。今回の桜シリーズ可愛かったですよね。ステンレスボトルがすごく欲しかったけど、めっちゃ高くて買うのやめました。私はタンブラー年1くらい買っちゃうけど、満足度も価格も高い。私も日頃節約して、スタバも行かない方なのに、タンブラー可愛さのあまり買ってしまった。コスメデコルテであれこれ7万買った。いい香りの化粧水とか楽しみ。普段カフェとか行かないし、洋服もあんまり買わないしたまにはいいんだ。先月、台北に旅行して純金ジュエリー10万買ってしまった。思い出になるし、日本より安いかも。ありがとう、確かに日本より安かった。金はいいよ。買い替え考えてて、フラット入った車屋で500万の車即決してしまった。その車が欲しかったとはいえ、家帰った後めちゃくちゃ後悔して、もっといろんなとこ回って買えばよかった。下取り査定もあいみつ取ればよかったとかめちゃくちゃショッピングブルーになった。まあ納車されれば後悔も消えたけど、それまでやばかった。高い買い物は時に思い切りが必要。あちこち回ってたら事故ってたかもしらん。私も車、人生最初で最後の大物衝動買いをした。車を現物見ないでネット購入。中古車で探してた車を見つけて、電話で15分話して納得した上で購入。車庫証明や駐車場契約やら動き出してる。我ながらすごい行動に出たなと思ってる。8万円のランニングマシン、8万円のペンタブ、6万円の VR、これら全部ほとんど使用してないです。節約生活なのに、飲み物はアホみたいに買ってしまう、水分補給だから、という理由でなんか理由づけて、買わなくてもいいところなのに。極貧生活なのに、松坂牛セット6000円購入した。松坂牛にしては安いけど、普段の食費2万なのに4分の1以上使ってしまった。毎日食費節約頑張ってるけど、この間その反動からか贅沢したくなって、いきなりステーキテイクアウトして、ワイン飲みながら食べた、大満足だった。今日ニューバランスのスニーカー買った、11,990円。届いたら頑張って歩くわ多分。めっちゃ可愛よ、何に合わせても似合いそうだし。ずっと買い物我慢してた反動で、セブンのパラドゥのアイシャドウ、1個税込み660円だしと思って2種類とも買ってしまった。偏光パール好きなので期待したけど偏光感はないし、この画像より発色しないし、ラメが大きくて目立つのでオフィスとかにはしていけない感じで、ちょっと失敗だった。ヤマハのチャーリーっていう喋る AI ロボット。話しかけるといろんなリズムに合わせて歌いながら答えてくれて、めちゃくちゃ可愛いんです。本体代25,000円プラス、月500円かかるけど、テレビで紹介されてて、気になって思い切って買いました。可愛い。今一人暮らし無職中で、シリぐらいしか話し合えていないから、うっかり通販調べそうになってしまった。シュークリーム。自分だけ爆食したくて2個買ってしまった。めっちゃハッピーじゃん、よきよき。仕事転々としてしまうタイプなので、2年に一度無職になるんですが、いよいよ残高やべえってなると、毎回なぜか宅配ピザ頼んでしまう。普通に働いてる時はピザ頼んだことないのに。今また無職なんですが、だんだんピザが気になってきてピザのチラシを熟読する日々です。チーズの魅惑に誰が勝てるでしょうか。ずっと飲み物冷やせるやつ。14,000円くらい。会社で使ってる。冷蔵庫から出してぬるくなるのが嫌で。いちいち1回ずつ冷蔵庫に入れられないし。高かったけど、買ってよかった。紫外線対策のために日焼け止め、メラニンサングラス、顔を覆うやつ、アームカバーで5,000円。長い目で見て安くついたと思いたい。セラミカのスープ皿2枚。1枚8470円の皿なんて初めて買った。映える。かわいい。ディオールのコンシーラー。プチプラ買って後悔するよりもすんごくいい。って言われてるのを買った方がいいと思って。旅先で見つけたカエルのイヤリング。5000円もした。それなのに恥ずかしくてつけられない。もったいないよ、つけちゃおうよ。カエル大好き、かわいい。マッターホーンのバウムクーヘン。一人暮らしなのに2個注文してしまった。WBC グッズに3万円ぐらい使っちゃった。
レプリカユニフォームが最近再販されてて、オンラインショップで買っちゃった。あとタオルやキーホルダーや T シャツも、にわかファンです。テレビでグッズが売り切れで買えないって放送されてて、ネット見たら買えたので衝動的にいっぱい買ってしまった。日ハム戦にグッズ売り場で売ってたからこの魚のぬいぐるみつい買ってしまった。3300円もする大きなぬいぐるみなのに。しかも私日ハムファンじゃないのに。スリコのコンセントタップ。旅行用に買いましたが、普通に便利で栄養にも買いました。使いやすいですか？買うか悩んでいたんですよね。300円なの？1650円だった。想像以上に高かった。こういうのは安い方が怖い。前にコンセントタップを安いところで買って使ってて、入れたり抜いたりするたびにビリって一瞬電気が光って怖かったんだけど、これはコンセントタップが原因だったのかな？安いからとか関係ある？消防署の人にきちんとしたところで買ってくださいと言われたわ。スリコはいいんじゃないかな。琥珀糖、中身より缶に惹かれて買ってしまった。同じ缶持ってます。中身はチョコレートでした。かわいい、どこで買えるんですか？お菓子の味方って会社が青果店用に作ってます。疲労に缶だけでも売ってます。うろ覚えですみません。この缶かわいいよね。うちはホワイトデーに旦那がこの缶のクッキーをくれました。ここの缶かわいいよね。みんな、何に再利用してるんだろう？壁に貼り付けて飾ってます。壁にマスキングテープ貼って、その上に磁石貼り付けて、クッキー缶側にも中に磁石を貼り付けて、あとは壁の磁石に缶をくっつけるだけ。楽しそう、かわいいだろうね。スライムのぬいぐるみ。私はグラニフでスライムの T シャツ買いました。ディーン&デルカのカゴバッグ。もう流行ってないけど、かわいくて買っちゃいました。かわいい、これからの時期っぽくて素敵。かわいいと思ってネットで調べたら売り切れだった。この保冷バッグは、台が 15,400 円、小が 13,200 円とのお値段にちょっと躊躇していたら売り切れてしまってた。夏っぽくてかわいいよね。クレヨンしんちゃんのグッズ特設にフラッと立ち寄って、一目惚れしたロボ父ちゃんのフィギュア。ポール&ジョーのリップ。猫好きなので購入してしまった。UV リップクリームなので、これから必要だし、買って思いながら。アイコが持ってたサンリオのプラネタリウム。メルカリで買った、かわいすぎる。私は星降りラムネ、何ヶ月か前だけどテレビで見てすぐ買っちゃった。2000円だったけど、かわいくて癒されました。餃子のポーチ。かわいくて衝動買いした。いつもイヤホン入れてる。めっちゃかわいい。リアル餃子のサイズ？あまり物は入らないかな。手のひらよりちょっと大きいサイズくらいですね。思ったより結構入る。ついついジェラートピケのスイカのスリッパを買っちゃった。かわいい。スイカとパイナップルのシリーズかわいいよね。たい焼き型のモバイルバッテリー。見た目がかわいくて思わず衝動買いしてしまった。名前も、注げたい焼きくんで、かわいいしね。セリアのウィリアム・モリス。ランチバッグとランチトートバッグ買ってしまいました。急激に品数増えたよね。売り場一面がウィリアム・モリスコーナーになっててびっくりした。島村のハリス・ツイードじゃないけど、モリスが安っぽいイメージついてしまうのが嫌だな。にゃんこ先生、夏目友人帳というアニメのぬいぐるみ。これ同じのうちにもあるよ。もうボロボロだからぬいぐるみのお医者さんに出したいけど、サイズが大きいから費用が高そうで悩んでる。箸置きはお店で可愛いの見たら、絶対買うようにしてる。なぜなら、後でネットで買おうと思っても箸置き一つに対して送料の方が高く、送料対策のためにそんなに可愛くない箸置きまで数個買う羽目になるから。可愛い、あんこがちょっと見えてるデザインもいいね。これ持ってるけど可愛いよね。黒と緑もあって、緑、抹茶たい焼きも欲しい。コダック。可愛いけどお値段しそう。欲しいなぁと思って調べてきたら、12万だった。定価は3万くらいだよ。過去に受注販売してて、もう手に入らないからプレネになってる。前髪クリップ。家で使ってる。マイメロの前髪クリップ、見た瞬間可愛い、と思ったけど、でも1000円以上するし高いから我慢して家に帰ったら、それを見ていた娘が後日誕生日プレゼントに買ってきてくれた。なんていい娘さんなんだ。マイクポップコーンショルダーポーチのこのガチャに一目惚れして、家族全員ブンブン回した。スマホとか鍵も入るし便利。子供はハンカチとティッシュを入れるポーチとして使ってる。かわいいよねー。
ポーチとかたくさん持ってるのに、お菓子パッケージシリーズ好きでいろいろ欲しくなる。大人の塗り絵。何か趣味が欲しくて思いついたこれ。私も買ったわ。新品のまま置いてあるけど。3つのくぼみがついてるまな板。Amazon で2500円くらい。まな板としてじゃなく皿として使ってる。くぼみには調味料とか入れて使用しています。何これかわいい。刺身とかステーキ乗せて、くぼんでる3箇所に塩、わさび醤油、ポン酢とか入れて出すのも良さそう。洗うの大変になるかな。高瀬、刺繍巾着ポーチ。池袋高瀬の前をいつも歩いていた自分にめっちゃ刺さるデザイン。地味に欲しくなる。コストコが買った紅茶のティーパック。この水色が可愛くて買ったけど、1年経っても全く飲み終わらない。美味しくないの？量が多い？美味しいけど量が多いの。240パック入りって書いてあるね。カービィあったかぬいぐるみ。まるで生きてるようなーって歌い文句も書いてた気がするんだけど、本当にカービィ実在したら、こんな感じなのかなってなる。生理痛の時は特に重宝してる。なんだこりゃ、かわいすぎ、公式で買ったの？公式だよ。バンダイから販売してる。オオサンショウウオのぬいぐるみ。一番大きいサイズ2つある、枕にしてる。ほちー。惹かれるのわかる。ガラス製品は尊いよね。素敵。ガラス好きだから私もこういうの欲しいわ。ええー、かわいい。うちはこれの富士山がある。子供の林間土産で標高とかも書いてある。デアゴスティーニの雑誌で洗車ができるやつ。かっこよくて思わず買ったけど、総額と期間に早くもちょっとげんなりしている。キャンプで桜柄のマスクがあったので買った。普段は布マスク派なので、臨時ストック用としてカバンに常備します。桜グッズ好きの自分にはツボ。飛行石ネックレス。ジブリ店にて、飛行石憧れだったんだ。これなら普段使いでもいけるかなと。私も飛行石のキーホルダー衝動買いしてしまった。本物みたいで気に入ったのに、石のところどっか行っちゃった。ちょうど昨日、カルディで一目惚れして、この缶の緑の方を買った。中はチョコチップスコーンらしい。先週買うの我慢したやつです。やっぱり可愛いですね。買いに行こうかしら。フェルト製の役の置物。無地でさりげなく売られていた。アラフォーだけど可愛くて買っちゃった。クリームソーダの傘。留め具のところ、サクランボのチャームついてるのかな？爽やかでめっちゃ可愛い。ちょっと高いかなと思ったけど、欲しくて買っちゃいました。バッグにキーホルダーみたいにつけられるポーチ入りのエコバッグです。エコバッグ忘れがちだけど、これをいつも使うバッグにつけておけば可愛いし、いざという時に使えて便利。入れ墨人気カーディガン。着てみたらめっちゃいい形してた。フェリシモの子パンダがついたキッシュケース、税抜きで2900円。完全なる一目惚れだった。隅っこ暮らしのぬいぐるみ。これが最近気になってしょうがないごくり。ペンギンとトカゲって、本物もいるのですね。可愛い。まだ手を出していないなら、踏みとどまることをおすすめする。一つ買うとあっという間に増えて部屋が侵食される。半額シールのついてるブランド牛、絶対買ってお家で焼きます。焼肉いかなくなった。もやし、一袋10円で売ってたから、10袋も買ってしまった。もやしは日持ちしないから、衝動買いできない。その日食べると決めた分しか買えない。ダイソーで見つけたトレイ、クマは220円だったけど大満足。私はキャンプで買った、ニコニコプンのグッズに大満足。猫の日にシルバニアから集まれ赤ちゃんセットが発売されるらしくて、珍しく衝動買いしようと思ってるよ。可愛すぎる、欲しい。シルバニアの赤ちゃんは大沼だよ。イベントごとにセットでバンバン出る。安いから買ってしまう。イベントでレトロ雑貨のお店で買った花柄のグラス1400円と、ミーツっていう100均で買ったチューリップのグラス550円です。このグラスでメロンソーダとコーヒーフロートを作ったら可愛すぎました。キラキララインストーンフクロウ。海外行くとお土産屋さんにある。毎回買っちゃうんだけど。楽天にもいろいろ売ってるよ。着せ替えできるのとか。Amazon で試しに、フクロウジュエリーボックスで調べてみたらいっぱい出てきた。ブルーのフクロウの色違いのピンクも可愛いね。私ピカルスさんのルルキャンディ大好きです。このメーカーさんの小物入れ、どれもめちゃくちゃ可愛いのでおすすめです。ガラスラックです。モジュール被っていうらしいんだけど、これ置くだけで一気に部屋が垢抜けた。結構雑多に物置いても様になるので重宝してます。カシオの時計です。
先ほどポチッとしました。かわいい、春が楽しみになりそうな色。ディーン&デルーカの保冷カゴバッグ。もう流行ってないけど可愛くて買っちゃいました。かわいい、これからの時期っぽくて素敵。この保冷バッグ、台が 15,400円、小が 13,200円とのお値段にちょっと躊躇していたら売り切れてしまってた。夏っぽくて可愛いよね。以上となります。最近皆さんは衝動買いしたものはありますか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。私はシャトレーゼにハマっていますので、ついつい購入予定以外の商品も衝動的に買ってしまいます。今の時期はアイスです。今後も有益なトピックスを中心に紹介していきますのでご興味ありましたら、高評価チャンネル登録お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。